他の強豪ソフトバンクを打ち負かして完全に自信を取り戻した模様。オリックスには去年も勝ち越してるし今年も勝って恐竜復活やね。ドラゴンズで満たされる毎日って言ってたのに、嘘つき。血を這うドラゴン、しかしまだ攻撃は強い。やっぱり死んだふりだったか。普通に立浪有能やん。今までのメンツがダメだったから若手中心に舵切ったんだから。ブライト細川岡井、村松石川岡林。若手はいいけど石川が打たなすぎなんだよな。ちょっと上やけどルーキー福永おるした中幹屋が、生き返って石橋あたり出てきたら面白そうやな。名古屋にテラス席つけろ。テラスつけたら大野や柳が炎上してまう。直近の3カード全部2勝1敗で勝ち越してるらしい。完全体のドラゴンズ強い。去年は山本になぜか勝ってるからな。今年はどうなるのか。去年も途中まで5割そこそこで最後ロッテ日ハムに6連敗食らってたような。ラミレスも今年の中日は良いって言ってたからね。細川が冷えた時がやばいやろな。石川の調子が上がってくるのにかけるしかない。細川が打つ日は勝てる、打てない日は負ける。わかりやすくていいな。折り線も相手山岡山崎宮城やろ。中日が得意そうな P ばっかやし3盾もあるで。ビジターで勝ち越してて草。中日は裏ローテでソフバンが得意とするビジターペイペイで勝ち越すんだからわからんものやで。西武阪神もそんな感じだった。ハム楽天に6連敗というネタやりそう。去年はまさにそれでロッテハムにやられてたからな。交流戦途中まではいけるやんやったのに、代打福留で落としてから一気に落ちた。西武楽天、ロッハムの純也からセーフ。昇竜の時が来たか。交流戦は恐竜の餌場とかすで。